お世話になります。ヒトリーでございます。コバルオン、テラキオン、ビリジオンがとうとうランクバトルで解禁され、今後配信を控えている冠の雪原では過去の伝説ポケモンが全て解禁されるということで、伝説、純伝説の需要は一段と高まっているかと思います。そんな状況の中、5作持ってなくてゲットできねえよクソ野郎がとイラついて眠れない方も多いかと思います。今回はそんな眠れない方のために、伝説純伝説ポケモンを過去作なしで確実に高速ゲットする方法をご紹介いたします。といっても別に裏技とかではなく、王道の常識的な方法で初心者向けなので、特に上級者の方は過度な期待をしないでご覧いただければと思います。では早速やっていくんですが、今回の方法はズバリポケモンホームの GTS を使ってやっていきます。まず前提として GTS はスマホやタブレットなどでしかできないので、インストールと連携を必ずしておきましょう。おそらくやり方的にフリープランでも多分いけると思います。で、今回はランクバトルで解禁されたてほやほやのコバルオンラを例にやっていきたいと思います。まずは GTS でとりあえず求めているポケモンを見ていきましょう。はい、じゃあここにコバルオン入力していきましょうか。これで伝説や幻のポケモンを抜いて、それで探してみましょう。そうするとどうなるかと言いますと、ポリゴン2ありますね。それはまずラッキーですけど、でウーラオス、ダクマ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 、ウーラオスみたいな感じで、とにかくダクマ、ウーラオスがめちゃくちゃ多いんですよね。で、私は GTS の伝説たちを 2,3 時間回りながら調査したんですけど、その結果伝説、純伝説がほぼ同じようにダクマ、ウーラオスが要求されているんですよね。つまりコバルオンなどの伝説、純伝説をゲットする方法とは、ダクマ、ウーラオスと GTS で交換するということです。じゃあ他にもちょっと検索してみましょうか。例えばじゃあネクロズマとか行きましょうか。これは剣盾にも連れてこれるポケモンですからね、結構欲しい方多いんじゃないかでしょうか。条件で探すをやりまして、はい、で見てみますと、ダクマ、ダクマ、ダクマみたいな感じで3体連続ダクマなんですよね。ですからこんな感じで、やはり伝説ポケモン、純伝説ポケモンはダクマかウーラオスでほとんど交換できちゃうんですよね。で、ダクマを入手する方法は他の動画でも解説していますが、ダクマはバッチ0個で鎧島に行けば約1時間もあれば1体確実にゲットできます。これはサブアカでできるので、例えばこれで私メインアカがこの1人でございまして、1人2がサブアカなんですが、サブアカでこう起動しまして、それでブラッシータウン駅まで行ってすぐに鎧島に行けば、ストーリーを進められて、ストーリー進めれば、このようにマスタードのところでね、ちゃんとダクマもらえるところも進めればちゃんともらえますので、サブアカでもこれで簡単にサブアカでもね、ゲットできるわけでございます。一つのツイッチでもちろんね大丈夫ですよ。はい、で今このデータでちゃんとダクマこれ1体持ってますから、これをポケモンホームに送ってやっていくのが基本です。で、ポケモンホームはスマホとかに連携してある方のアカウントでねやっていきましょう。私はこっちがメインアカウントなので、これでやっていきます。まず、はい、でそれで進んでいきますと、この通り普通に出まして、それで今ここの上のところに1人って書いてありますが、ここを押して、そうすると別のユーザーが持ってるゲームソフトのレポート表示しますかって出ますので、でこれで同じスイッチのやつだったらちゃんとねユーザーを入れ替えることができるってことですね。さっきのルイージのやつ、1人2のやつでこうにやって、剣盾でこう連動していきますと、そうすると先ほどねゲットしたダクマちゃんといますので、これで簡単にポケモンホームに送ることができるわけでございます。それでまあ終わるですね、記録して終わるやれば OK ですね。で、あとは再び GTS を開いていきます。はい、この画面から GTS ですね、それでポケモンを探すをやりまして、それで入力しまして、それで探すと、そうすると出てきますので、ヤドキングも出てきましたね。ヤドキングとかも結構需要があるのでいいと思いますけど、まあ、これで、ダクマいますので、まあ、好きな答えね、結構選び放題ですよ。今ここのとこだけで4ついますから、まあ、好きなやつを選んでいきましょう。まあこのダークボールのやつでいいかな、まあ何でもいいんですけど、まあ、とりあえずこれで、OK すれば、まあ、普通にね私ダクマいっぱい持ってますので、ちゃんと用意しときましたので、この、やつのために GTS で捕まえた答えですね、やらないかってやつこれ交換出していきましょうか。はい、行きましたね。超簡単にゲットできるわけですね。もう瞬速ですね。もう普通にこれ1時間ぐらいでゲットできることですから、めちゃめちゃ早いんじゃないかなと思うよ。そし、来たダークボールのやつ。まあ、実際しかも剣盾ではミントとかで性格も補正できるので、あんま性格とかもどうでもいいですから、 GTS でゲットしたね答えでほとんどの場合問題ないっていう感じなんで、まあいいんじゃないでしょうか。はい、これで簡単にゲットできましたが、場合によってはダクマが GTS で設定されていない場合も結構あります。例えばですね、テラキオン先ほどやったらいなかったんですが、ちょっと見てみましょうか。はい、見てみますと、まあ今ダクマいますけど、
結構ウーラオスが主体となっていて、ダクマあんまりいないですよね。1体だけかなっていう感じになってますと。その際はどうすればいいかと言いますと、またポケモンホームを利用してですね、メインアカを、はい、起動させていきまして、このダクマはあらかじめ用意していたものですが、皆さんは交換できなかった場合の話をしているので、自分のダクマですよ。そしたらそれをメインアカに持っていきましょう。多分ほとんどメインアカではクリアしてると思いますので、そしたら一旦記録して終わりですね。そしたら一番自分のメインアカでソフトを起動していきましょう。そしてこれはもちろんメインアカクリアしてる前提で話していますが、そしたらこの悪の塔とか水の塔とか自分のクリアしてる方の塔を登ってですね、まあ、これは他の動画でも詳しく解説しているので、そちらで詳しくはねご覧いただきたいんですが、でここの掛け軸に先ほどのダクマをね連れていけば、一回ねクリアしてても、一回進化させててもちゃんとこのように進化することができるんですよね。もう一回塔を登らなくてもウーラオスが簡単に用意できるわけでございますと。はい、どうもという感じですね。そして進化させたらまた先ほどと同様にメインアカでまずはポケモンホームを起動して、そしたらメインアカでゲームソフトを連動していきます。で先ほどメインアカで進化させたやつがいますので、これをポケモンホームに連れてきて、それで記録して終わるをすれば、OK ですね。はい、そしたらまたポケモンホームで、GTS でポケモンを探すで、別にこれ急いでやらなくても大抵の場合はもういっぱいいますので、全然急がなくて大丈夫だと思います。先ほどのダクマ消えちゃってますけど、多分色違いだったからですね。まあこんな感じでテラキオンはいますので、テラキオン交換しましょうか。ウーラオスいっぱいいるのでまた選べます、好きなやつを。まあ性格とかも補正すればいいんで、まあ日本産のやつでいきましょうか。でここウーラオスいますので、先ほどのウーラオスですね、これを交換に出すと。はい、いってらっしゃい。お前は単純に交換するためだけの要因として利用させていただきました。はい、チュイーンって来まして、はい、テラキオン登場と。ウーラオス普通にストーリー進めたって別にそんな時間かかんないんで、まあこれでね簡単にテラキオンさんも、ゲットできるわけでございますと。でもし掛け軸に連れていくのが面倒であれば、ダクマとウーラオスを GTS で交換するのもありです。ただこれはそんな確率的には高くないので、まあ微妙ですけど、とりあえずここはね見とけばいいんじゃないかなと私は思いますけどね。まあウーラオスベトベタコダクって、まあなかなかいい答え言いますけど、まあそれでダクマ入ってないので、今はすぐは交換できないんですが、まあこれでとりあえず見とくってのはありだと思います。でもし探した時にダクマと交換できねえなと思ったら、 GTS で今この画面で預けてね設定した方がいいんじゃないかなと思います。もう本当にねダクマ出しとけばウラオス普通にすぐに交換してくれますので、私も一回やりましたけども即でしたので、まあ、それやってみることをお勧めいたします。でここまで GTS で指定されてるやつがダクマかウーラオスがある前提で話してきましたが、まあ、とにかく私がね1時間以上ずっとダクマウーラオスの枠のところをずっとね、更新しまくって何回もずっと枠を見ていたんですけど、ほとんどどんなポケモンが来ても一瞬とは言いませんがもう超早く交換されて、ですのでもしダクマウーラオスが指定されてなかった場合でも、ダクマウーラオスどちらかをですね預けておけばほぼ確実に伝説ポケモンは結構早く手に入れられるんじゃないかなと思います。需要は高いので、メスをね預けておけばもうほぼどんな伝説ポケモンでも速攻で交換してくれると思います。でちなみにですが、純伝説ポケモンをランクバトルで使うにはこのバトルタワーの奥のところでね、まあ私はあんま詳しくないんですけど、ランクバトルに参加させたい他の地方のポケモンはいるかなみたいな感じで聞かれますので、それでランクバトルに参加させたいのみたいに聞かれますので、その際はコバルオンとかね、もしテラキオンとかやる際はなんか選ばなきゃいけないらしいですね、どうやら。そうすると全ての技を忘れてもらってランクバトルで使える技を覚えてもらうけどいいかなみたいな感じで聞かれますので、それではい押すと、それで、思い出せなくなるけど本当にいいんだねみたいな感じで聞かれますと。それレッスン開始だみたいになりますので、はい、これで、ランクバトルに参加できるようになるようです。この通り剣盾禁止技をね強制的になくさせるような感じなんで、ランクバトルで使う際にはやんなきゃいけないですね。で最後に注意点なんですが、今回ご紹介した方法は改造さんやコピーさんか否かということを度外視してやっております。私はよく分かっていないんですが、ツイッターを見てみたら GTS で来るポケモンはほとんど改造だみたいなニュアンスで言ってる方も多いです。ほとんど明確な根拠を挙げず言ってる方は多いので、正しいかは断言できませんが、正規な大会とかに出るような方は万が一のことを考えると GTS は特にお勧めいたしません。まあ GTS でゲットしたといえば正規の方法で入手しているので、さすがに運営がもうできんとかまでにはしないと思いますけどね。また色違いも GTS に出されているケースも多く、こちらも可能性的に
には改造の確率はどちらかといえば高くなるので、センシティブな方は色違いは狙わない方が吉です。ちなみにツイッターで見たのでデマかもしれませんが、 GTS でコバルオンだかの巨大マックス個体が送られた事例があるそうです。まだ巨大マックスは解禁されていないどころか、巨大マックスができること自体明かされていないので明らかに改造であり、意外と改造ははびこっているということは否定できません。ただ逆にその巨大マックスのことが事実だったら、今のうちに普通のコバルオンらを集めておいて大スープを飲ませる準備はしておいた方が良さそうです。まあいずれにしても私は改造云々までの責任は負えないので、それについては自己責任でやっていただければと思います。ということで今回は王道の方法なので、そりゃそうじゃんと思った方もいらっしゃるかと思いますが、伝説純伝説の入手方法について解説させていただきました。普通だったらテラキオンとかは過去作を使っても最初からやれば入手するのに、最低1時間以上は余裕でかかる上に、ポケモンバンクとかの移動も面倒です。しかもポケモンバンクから引っ越す場合は有料プランは必須なので、過去作を持っていたとしても今回ご紹介した方法はなかなか使えます。で今回は確実性の高いポケモンとしてダクマを挙げましたが、もちろんテラキオンとかなら場合によっては別のポケモンでもいけるので、いらない個体があれば GTS で出しちゃうっていうのもありだと思います。他にもおしゃぼに入ったポケモンなら、私はケンタロスとレシラムとかで交換できたのでワンチャン狙えます。もっと需要が高くなってしまう前に、そしてダクマウーラウスとかの需要が低くなってしまう前にゲットしておくことをお勧めいたします。もしこういう個体が交換されやすいよと知っている方は、ぜひ私のコメント欄で共有していただけると嬉しいです。最後は GTS のあいうえお作文ならぬ ABCDE 川柳で締めます。 GTS テラキオンならすぐ入手。